吉田さん、ノーブランドも結構いいもんでしょ。じゃないとやっぱり競争力ないんですよ。ノーブランドで悪かろう安かろうだったら結局売れないんですよね。だからブランドがないからこそ、まあハイブランドのものに並ぶようなものをクオリティ高く低価格で打ち出してきて競争力高めてるってとこじゃないですか。まあこれをね、トヨタと吉谷さんとの関係に例えると、多分ね、トヨタっていう会社、トヨタ自動車っていう会社には吉谷さんの会社はとてもじゃないけどかなわないと思うんですよ。でもトヨタの社員のまあ年収ですよね、年収には結構勝ってるんじゃないですか。まあ全員に勝ってるとは限りませんけども、トヨタの社員ちょっとおいでって言って年収競争したら、だいたい100人200人が来たところで全員に勝つんじゃないかなと思うんですよ。さすがにトヨタの役員とか取締役とかが出てきたらね、ちょっとお手上げかもしれませんけども、でもね、課長とか部長とかには負けてないんじゃないですか。まあこれがだから無名の競争力ですよね。うん、目立たないけど結構勝ってるよみたいな、うまくいってるよみたいな、まあ、そういったものがノーブランドとハイブランドのせめぎ合いとしてあるのかなと。逆にノーブランドでもハイブランドに勝てるような要素がないと、まあ、生き残っていけないですよね。どっかでなんか勝っていかないとね。まあそんな戦いをしてるんじゃないかなと思います、我々も。ほいじゃ。